22時24分を回っています。さあここからはモアスファイリーのコーナー、水曜日は福祉力アップをテーマに、あーちゃんこと磯木彩香さんが福祉についてのお話を届けてくれます。あーちゃん。はい、皆さんこんにちは。あーちゃんこと磯木彩香です。本日も福祉というテーマでお送りしていきます。どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、で今日も福祉を担当させていただくわけなんですけど、今日のテーマは手から福祉、福祉にアロマというテーマでお送りしていきたいと思います。いきなりですが、皆さんはマッサージってお好きですか？私はとにかくマッサージに行くのが本当に大好きで、特にアロママッサージと呼ばれるこうリラックス効果のあるこうオイルマッサージになるんですね。それのハンドマッサージバージョンが大好きで、体だけじゃなくて心も癒されて、人の体温をすごく感じるんですね。こう温かいぬくもりを感じてとても心地がいいです。なのでつい、はあ、幸せと口に出してしまいます。普段生活しているとこの幸せっていう言葉って、なかなか心で思っても口には出ないじゃないですか。ただこのアロママッサージっていくらでも幸せ幸せという言葉が出る不思議な手の力があるなということを感じました。その時に、あ、これ福祉につながるのかなと。福祉という漢字は福も幸いもどちらも幸せを意味する漢字になります。なので福祉っていうのは人の幸せに関することなんですね。なんでこのアロママッサージ、ハンドマッサージっていうのは福祉の現場でもきっと多くの方に喜んでもらえるかもしれないと私はその時思いました。私も月に2回老人ホームや病院や施設に行っているので、おじいちゃんおばあちゃんにこうハンドマッサージをできたらいいなと思いました。でちょっと調べてみたら、実際に福祉アロマセラピストという方がいまして、今この福祉界にアロマを生かすセラピスト、こういう方々がとっても多く増えているそうなんですね。だから手を触れ合うことで心が落ち着いて、マッサージをする側も受けてもみんなが笑顔になって、幸せな時間がすごい溢れるんですって。あ、実際にあるんだなと思ったら、私も病院や老人ホームに行った時にちょっと試してみようかなっていう気持ちになりました。これを機に、福祉ってこういうものも福祉って言うんだなと本当に幅が広がりました。はい、これからも幸せってみんなに思ってもらえるようなことをたくさん見つけて、私も思ってるだけじゃなくてたくさん実践していきたいなと思います。皆さんも今日アロマじゃなくても、例えばご家庭のご家族でハンドクリームとかでもいいと思うんですよね。こうハンドマッサージをしてコミュニケーションをとってみてはいかがでしょうか。はい、これからも皆さんにたくさんの幸せが訪れますように。今日のテーマは手から福祉、福祉にアロマというテーマでお送りしていきました。それではスタジオの直美さんにお返しします。直美さん。はい、あーちゃん今週もありがとうございます。ありがとうございます。手から福祉、はい、いいですよね。お手のこの、ね、ぬくもり触れ合いっていうところからもね、ここからあったかいですね。そうですね、人の手にはすごいパワーがあるんだなっていうことを感じました。はい、あーちゃんありがとうございました。ありがとうございました。来週もよろしくお願いします。それではこの後は1分間の CM を挟んで、このニャンともワンダフルのコーナーをお届けします。